はい、じゃあ今回はですね、ジャズレガート、ベーシックジャズレガートの、練習をご紹介します。ジャズレガートっていうのはこういうやつですね。1、2、3、4、1、3、これがジャズレガートの基礎です。で、これを、まあ、本来なら、ライドシンバルっていうものを使って、これをレガートしながら、発はオフビートで。1 and 2 and 3 and 2 1 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and っていう風に、するんですが、で、ここで左手、スネアの、ここの入れるタイミングを練習します。まずは最初、レガートで。1 and 2 and 3 and 4 and 2 and 4 1 and 2 and 4まずスネアは一発目頭に、で二発目で三発目で四発目っていう風に、1、2、3、4、それぞれ、このスネアの入れるタイミングを変えて練習するわけです。で、基本的に、この右手のレガートとオフビート、これをずっとキープするわけです。1、2、3、4。で、最初は、一発目、2発目、3発目、4発目、個々に練習していって構わないと思います。例えば1発目なら、で、2発目。で、三発目。で、最後に四発目。っていう、こんな感じですね。で、これが慣れてくると、もういろんなところにこうスネアを入れられるわけですね。
感じになるので、このジャズレガートぜひですね練習してみてください。これやるとですね結構例えば他のジャンルが好きでポップドラマーならポップドラマーで、もしくはヘビーメタルロックドラマー、こういう方もですね、このジャズの練習をするっていうのは非常に役に立つので、この手足の自由さだったり、表現力が豊かになったり、もっと自分のスキルアップにとても役立つので、実際、こう、ヘビーメタルドラマーで有名な方でも、もともとジャズをやっているとか、もしくはクラスでそういう授業を取っているっていう方が非常に多いので、ぜひですねこちらも試してみることをお勧めします。それじゃあ、また次回お会いしましょう。